こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、皆さんね、孤独を感じることってありますかね、孤独。まあ自分はね、コミュ障だったせいか、しょっちゅうね、孤独を感じていて、まあ何かのね、集まりがあった時にね、まあセミナー後のね、懇親会そんなのにね参加した時ねよくね孤独を感じてなんかね周りと打ち解けることができずにね一人でポツンとねまあ出ている食べ物をねパクパク食べているだけみたいなそんなね時もねありました。まあそのね孤独を感じる時まあ他にもねいろいろあると思いますよね。例えばですけどまあ自分はねそういった経験あんまりないんですけどまあ恋人とね別れてしまって孤独をすごく感じたとかねそんなことねたくさん皆さんね経験あると思います。これってねやっぱりね孤独を感じることっていうのは誰しにもねあることでしてまあ自分もね漏れなく孤独をね何回も感じてきたっていうことなんですがこれってね実はですね、まあ、神様のねプレゼントっていうねそんなねことをね、まあ、おっしゃっている方が以前いまして、まあ、自分ねその時、まあ、半年ぐらい前でしょうかね1年ぐらい前でしょうかちょっとねあそうなんだぐらいにね、まあ思っていて、まあ、最近ねちょっとね孤独を感じることがねあったのでその時のねことをねちょっと思い出して、まあ、その動画をね探してみたんですけどちょっとね見つからずにあれ誰の動画だったっけかななんてね、まあ、そんな風にね思いながら、まあ、その時のね話を思い出す時、まあ、孤独をね感じるってね本当にねネガティブなねことのようにね感じるんですけど、まあ、そういったね神様からのプレゼントっていうことでね、まあ、今はね自分をね見つめ直すそんなね時期っていうようなねそんなことに、ね、なるっていうようなねそんな話だったと思うんですけど。まあ例えばなんですけど、まあ、好きな人とね別れてしまって、まあ、すごくね孤独に感じた時、まあ、実はね神様からのメッセージで、まあ、もっとねこれからいいことがありますよ前に進みなさいよとかねこれからもっと自由でいいんだよとかねそういったメッセージもねあるっていうようなねそんなことをね確か言っていたと思います。それで自分もねよくね孤独を感じていて、まあ、先日もねちょっとすごくね孤独を感じることがありましてちょっとねまあその時のことを思い出して、まあ、神様からのねメッセージをねもらう方法っていうのがね確かその時にね話していたことがまあまあ孤独を感じた時まあその時にねちょっと無理だった場合はちょっと後でもいいので、まあ、孤独を感じたなって言った時はね神様がねなんかメッセージをね、まあ、従っているっていうことで自分もねそのね、まあ、メッセージを受け取る方法っていうのをねちょっとやってみてそれでまあ、実際にね神様からメッセージがね来ましてそれでちょっとね今ね、まあ、最近ちょっと気が付いた方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、車の中でね、まあ、動画を撮ってないと思うんですけどこれね実はねその神様からいただいたメッセージで、まあ、車の中ではなくて、まあ、こういったね場所そこをね見つけることができてそれでそこでね動画をね撮影するように、ね、なっているっていうことなんですが、まあ、そのねやり方っていうのはねまずね、まあ、孤独を感じた時にまあ、誰もいないね静かなところに行って、まあ、目をつぶって、まあ、瞑想ですよね、まあ、心をね落ち着かせてまずね深呼吸を3回大きくね深呼吸をした後目をつぶってそれでねちょっとねこう光の玉みたいなそんなものをねイメージするそうなんですよね。なんかそれがね多分神様かななんてそんな風に思うんですけど実際ね、まあ、静かで心を落ち着かせてるとそういう目をつぶってねこう見るとなんとなくねそういうイメージできるんですよね。それで心の中でいいので神様何をね伝えようとしてるんですかみたいなそんなねことをね、まあ、問いかける、まあ、心の中で口に出さなくてもいいのでね神様何をね教えてくださるんですかみたいなそんなことをね質問してくるとねふってなんかねこうひらめきみたいなそんなものがね落ちてくる、まあ、これね本当に神様をね信じるか信じないかっていうことでねまたねそういったことをこれねやるかどうかもね違ってくると思うんですけど本当にね自分はね神様はねいらっしゃるっていうふうにね思っていますのでちょっとやってみたら本当にねメッセージが降りてきてそれでね今こうやってまあ車の中ではなく違う場所でね動画を撮ることがねできているっていうようなねそんなことがねありまして、それでまあそのねどんなメッセージが来たかっていうのはねまたね後日ね、話せる時が来たら話そうかなとは思うんですけど、本当にね今ねいろんなこう情報社会、テレビだったりね新聞だったりネットだったり、いろいろね友達との付き合いとかもねありますし、会社の付き合いいろんなものがある中、なかなかね孤独っていう時間、孤独にね感じる時間っていうのはね少ないかと思うんですけど、必ずね孤独に感じる時ってあると思うんですけど、その時はね神様がね何かをね伝えたいっていうようなねそんな風に思うと、孤独ってなんかねネガティブなすごい感じに思うかもしれないんですけど、神様がね何かを伝えたいんだっていう、そんな風にねメッセージが来てるっていう風にね思うと、孤独もね何かねこれからね人生が変わる何かねきっかけに、ね、なる、そんなねチャンスかもしれないって、そんな風に思うとね悪いもんじゃないかななんて、孤独をね味わいすぎていた僕はね言うのもなんですけど、本当にね今まではね孤独、もう自分は仕方ないかみたいな、こんな性格だからね人とこうなかなかねコミュニケーション取れないから孤独を感じるのは仕方がないかなんて、そんな風にね思っていたんですけど、またねその時には孤独を感じた時には、神様はねどんなメッセージをね伝えようとしてるのかっていうのにねちょっと耳をね傾けてみるっていうのもね本当にねいいことなんじゃないかななんて、そんな風にね思ったり、自分もねやってみて実際にねこうメッセージがね来たっていうようなねそんなことがありましたので、ちょっとねこの話をしてみました。はい、皆さんね孤独感じる時ね本当にねなんかねすごい嫌なこう感じにね感情になるかもしれないんですけど、その時こそ、神様のねメッセージどんなメッセージがあるんだろうっていうことをねちょっと考えてみるっていうのもねいいななんて、そんなこともね思ったので、ちょっと今日この話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるありがとうございます。